お疲れ様ですまあ中にはそういう人もいるよっていう言葉がありますよねうんあのダイエットをやってもね痩せる人痩せない人がいるわけですよで一定のノウハウを使ってもそのノウハウがちゃんと使える人と使えない人がいたりとかね合ってる人合わない人っているんですよねでもどんなことをやってもどんなことをやってもですよ100%じゃなくても一部の人はそれによって救われるんですよねだからこんな人もいますよっていうふうになるわけですよでも逆に うまくいくくいいころももっと悪くなる人もいる人んですよじゃあ多くの人例えば8割の人が状態がほとんど変わらない1割の人がうまくいった1割の人がもっと悪くなったっていうふうに、えー、分けた時にね8割の人がどっちを見るかなんですよ全体のうちの一部の人がうまくいったから俺たちにもチャンスがあるかもしれないと思って今度1割の人の次の1割になろうと8割の中で上を目指すのかそれともね片っぽではいやそういう人うまくいく人はいるけどさ でもこう逆にですよもっと悪くなった人がいるじゃないかとだからこれはダメなんだっていうふうな発想になる人もいるんですよね、まあ、そうなるとその8割の中でもそのダメになった1割に近い人もいるわけですよだから全体を10として捉えた時にうまくいった1割うまくいかなかった1割あんまり変わらない8割8割の中にもこの1対8対1の関係があるっていうことなのかなと思うんですよね、まあ、だからビジネスってあのまあ詐欺商品はねちょっと わかんないんですけども真っ当なことを言ってる人の言葉っていうのはありがたいんだけどもだけどもいやそういうんじゃないんですよとそういうんじゃなくてワンツースリーポンで金持ちになりたいんですってそういうのあるでしょってあるけど隠してるでしょもったいぶってだからそれを赤裸々に告白してくれる LINE アットに登録しましたねあ、儲かる方法やっぱりあったんだよしここに30万払おうあれ儲かんないばかりかもっとお金がなくなっちゃったなんだこれはみたいなねで戻ってきました ささんぜひビジネスを教えてくださいただしもうお金はありませんあっちこっちでかもられてお金がないんですとそんな私からお金を取るなんてどういうことですかえ120万結局吉江さんも同じなんですねさよならって言っちゃう人とね確かにしっかり学ばないといけないんだなとえ120万高いよね高いけどでも120万の責任を取る人なんだろうなこの人はとんずら国也な人じゃないんだろうなと よしみたいな感じでねなんか思い残す思い直す人もいるんじゃないかなと思いますよね。だからね入り口が広くても狭くても、うん、そこに入っていこうとするね気持ちは強ければ一人分ぐらいね広かろうが狭かろうが入るわけですよね。うん、だからまああえて入り口を広くしている善良な人もいればね、うん、なんか演出として狭くはしてるけども結局。 そこから入っていきたいと全部食いつくす人もいればい本当にこれはね様々ですよねある程度あのあちこち傷つきながら失敗しながら血を流しながらじゃないとどこに自分の足を向ければいいのかとかねどこに向かって進まいいのかってことわかんないかもしれないですねいやはやいってらっしゃい